新年を迎え、のんびりお正月を過ごされている方も多いのではないでしょうか。このお正月に心配なのが、お餅を喉に詰まらせるという事故です。東京消防庁管内では2014年から2018年の5年間に餅や団子などによる窒息事故で482人が救急搬送されています。そのうち4割近い184人が1月に集中していました。また窒息誤飲とは、餅だけでなくご飯やパン、時には袋や入れ歯を喉に詰まらせることを言います。この窒息誤飲事故は生命の危険が高いのが特徴です。人は物を喉に詰まらせて窒息すると数十秒で意識がなくなり、5分から7分で脳死もしくは心肺停止すると言われています。東京消防庁の救急隊が救急現場に到着する時間は平均7分2秒ですから、窒息誤飲事故は救急車を待っていては助かりません。では家族や周りの人が物を喉に詰まらせたらどのような対処をしたらよいのでしょうか。餅などを喉に詰まらせたことに気づいたら、直ちに背部叩打法を行ってください。患者の後ろに回って手のひらの付け根で左右の肩甲骨の中間あたりを力強く何度も叩きます。餅などが取れるか患者の反応がなくなるまで続けましょう。もし餅などが詰まったままで反応がなくなれば、直ちに心肺蘇生をしてください。心肺蘇生を続けながら救急車の到着を待ちます。お餅を食べる機会が多い1月、餅を喉に詰まらせないためには、お子さんやお年寄りが食べる餅はチョコ一かけらくらいの小さく食べやすい大きさにして、お子さんやお年寄りの様子に注意を払ってください。そしていざという時に備えて背部叩打法を覚えておいてください。アプリウェザーニュースでは天気だけではなく季節や生活の情報も確認することができます。ぜひダウンロードしてご利用ください。